骨付き、もうこれで8人前ぐらいにはな感じですかね。はい、こんにちは、永田町にあるレストランサンパウのエグゼクティブシェフの赤毛あゆみです。今日は、スペインカタルーニャ地方の伝統的な料理の、エスクデーヤと呼ばれるお料理をご紹介いたします。クリスマスなんかによく食べられるお料理の一つです。日本でいうところのこうおせちとかお雑煮のようなそんなイメージかと思います。それではまずちょっと野菜から、カットを始めます。今日の場合ですとちょっ と、大きめにカットします。まあ、できるだけこう大きめにカットしてもらって、それで茹でた方がいいと思います。というのは、まあ、茹でてる間にどんどん煮崩れていってしまってバラバラになってしまうので、特にこの芯の部分を残したまま茹でることによって、まあ、このまま茹で上がって、で、各個をお皿に盛り付けるときとかは、カットをして、で、盛り付けるという感じにした方が、まあ、より綺麗に盛り付けられたりするのかなと思います。この後ちょっとこの辺を洗って仕上げます。それからリーキですね。リーキは下を落とします。はい、まあ、ネギとも同じなのでこうカットしていってしまうと全部バラバラになってしまいます。ですので、まあ、今日はまあ2分の1ぐらいですかねにカットして、はい、でそれからそうですね、リーキは特にこの辺ですかね、こう開けてもらうと時々結構土がこうついてたりするので、これも洗って煮込み始めます。ニンニクはこれは横に、半分にしてあります。断面をこう出した方がより多分香りが出るので。それから、玉ねぎですね。芯をついてる状態ですね。でこの辺ですね、こういうちょっと筋っぽいところもしっかり取ります。筋の部分は煮ても柔らかくならないので、で玉ねぎの、まあ、その野菜のエキスをたくさん出したいのであればこういう感じで切れ目を入れていただけると、まあ、よりエキスが出るかなと思います。カブは、こちらも、まあ、丸ごと煮ても構わないんですが、先に皮を剥きます。若干厚めに剥いた方がいいと思います。で、まあ、ちょっとこの茎の部分を少し長めに取っておくと、まあ、実際お皿に盛り付けた時にちょっと見栄えがするかなと。それからちょっとこの部分ですね、節で黒い部分を、はい、では次は人参です。まずここを落とします。それから、頭を一回剥いてしまいまして、それからこういう感じで剥きます。ちょっと大きめですかねにカットして、でそうですね、例えば、まあ、こっちの方って硬かったりするんですけど、こっちはまあ柔らかいですね。なんで、こういう風にカットしていくよりもこういうカットにした方が、硬さのバランス、味のバランスが取れるので。じゃがいもです。で野菜を、まあ、煮るんですけど、その時に、カットするか、まあ、大きくするかで多分その野菜と肉を煮た時の、まあ、出来上がるスープですね、そのブイヨンにあたる部分の、違いはやっぱり出てくるので、
まあ、もちろんそのカットした方がよりその野菜や、肉なんかの、エキスが出てきやすいので、まあ、その方がその出来上がったスープはより色が、つきやすくて、で、まあ、味も出やすいですね。丸ごと茹でた方が、まあ、色はよりこう薄くクリアな感じになって、で、まあ、カットしたものに比べて風味的にはちょっと劣るというような感じです。なので、まあ、こうこれという決まりはないので、自分がそのどういうものを作りたいのか、どういうのを大事にしたいのかによって、そういうのは変えるといいと思います。じゃがいもなんかは特に煮るとどうしても柔らかくなって崩れやすいので、やっぱりちょっと気持ち大きめにするといいと思います。はい、こんな感じです。肉ですね、豚のスペアリブ、骨付きですね。それから、鶏もも肉、こちらも骨付きです。それからこちらは子牛のすね肉、これもまあ骨付きですね。こんな感じで骨が付いてます。それからブティファラと呼ばれるソーセージ、なんで骨付きを選んでるのかというと、骨からも、煮込み料理にするとやっぱり味が出て美味しいので、骨付きにしています。あとは骨付きで煮る と、こう縮みがやっぱり少ないので、骨付きで、まあ、料理するのをおすすめします。こちらの、まあ、ちょっとこの辺少し、余分な皮であったりとか油、まあ、ちょっと油がすごくちょっと苦手だなと思う方はこちらも綺麗に取ってもらって構いません。ただやっぱりその油にも全部取り切ってしまうと、油の美味しさみたいなのもあるので、まあほどほどに掃除してもらえればいいですかね。余分なところを、その柔らかさを出すためにもある程度の、脂肪分というのはどうしても必要になってくるので、こちらも取りすぎないように、こちらは、まあ、ほとんどないですね、掃除するところは。まずお肉を鍋に、はい、肉からですね、予定では、ですね、鶏肉は一番早く火が入ります。ボイルしてからだいたい1時間弱ぐらいですかね。それから豚の、スペアリブ、それから子牛のすね肉なんかは、だいたい3時間ぐらいですかね。それ以上炊きすぎると、すごく柔らかくなるんですけど、どうしてもその肉の味がその液体の方に流れていってしまうので、それ以上煮ることはおすすめしません。はい、で、こちらのソーセージに関しては、今日はこれ火入っているものなので、もう さっと煮て終わりです。だいたい10分15分煮れば十分かと思います。ベイリーブス、月桂樹の葉っぱですね。エスクデアは本当にすごくシンプルな、もう俗に言うごった煮みたいな、そういった感じの料理なので、本当に水で煮るだけです。で、煮てる間に、アクが出るので、そのアクを、丁寧に取ってもらって、で、アクに関しては、上にこう上がってくる白い泡状のものに関しては、しっかり取ります。で、油に関しては取りすぎない方がいいですね。ちょっとだけ塩をします。肉からこう味を出すためと、あとは下味のつもりですね。で、アクを取ったら、それから、野菜を入れます。
ニンニクはもう先に入れても大丈夫です。これはもう香り出しのために、まあ、もちろん食べることもできますが香り出しのために、まあ、野菜もそうですね、それぞれ多分時間が違うので、まあ、このカットにしてしまうと多分20分ぐらいあれば柔らかくなります。ただこれのカットだ、この剥いただけの状態だと、まあ、多分40分ぐらいは時間かかるので、ゆっくりと、あとは沸かしすぎないようにですね、はい、それから人参もそうですね、これも大体30分とかそんな感じになると思います。玉ねぎもこのままだったら、30分ぐらいで、カブに関しては一番すごくデリケートなので、この大きさでも多分10分とか、野菜はその煮てしまって、柔らかくなったものからこう取り出して、それで、まあ、最終的には多分お肉の方が時間がかかるので、そのままお肉をこの中で茹でてもらうという感じです。では実際に、炊き上がったものがこちらになってます。でこちらが、出来上がった時のスープですね。結構ゼラチン質が出てるんで、こう実際冷やすと結構プルプルするような、まあ、ゼリー状の煮こごりみたいな感じに仕上がります。この状態で出てきたらやっぱりいいんですけど、まあ、ちょっとなかなか家庭だと難しいと思うので、まあ、そういった時はちょっと肉は外してしまいます。もうすでに柔らかいお肉なんで、包丁を使わなくても結構きれいに取れるんですけど、肉が冷えてる時の方がやっぱりカットしやすいので、この状態で例えば、まあ1人前とか2人前というような感じで、カットしてで切り分けると、すごく、扱いやすいです。でこれも、まあ、1人前だいたいこれぐらいずつとか、一応分量でいくと、多分これで8人前ぐらいにはなるかなと思うので、スペアリブです。スペアリブはこのままこういった感じで、この骨はついてても多分全然食べやすいと思うので、ブティファラですね、ソーセージ、これまあちょっと今回はこれ大きいのでちょっと余分にカットしちゃいます。こんな感じですかね。もも肉です。もも肉は、鶏もも肉ですね。まあここに関節があるので、ちょうどまあ我々でいうとこの膝の関節ですかね。なんでここの関節部分に包丁を入れてもらうと半分にこのように分かれます。あとはここは骨があるのでこのまま切れないので、もし骨を外したい場合はこうやってもらえると骨は外れます。まあこれぐらいの骨だったら外さなくても多分いいかなとは思いますけど、はい、こんな感じです。肉に、塩コショウ、まあ、薄めですね、薄めにしてもらって、で、翌日煮るとよりいいですね。でひよこ豆は、この状態、これ乾燥の状態です。でこれは、水につけて半日ぐらいですかね、したものがこちらです。で必ず水につけないといけないので、まあ、前の日とかに水につけて用意します。でこれも、下地をしますのでパスタを茹でます。
とりあえず20分ぐらいですかね。茹でます。で茹でます。で沸いてから、強い火でボイルすると豆が割れるので、コトコトとゆっくりと、煮るような感じです。だいたい20分ぐらいですかね、はい。それでは、温め直しの時ですね。で温める時はできるだけこうかき混ぜなくていいような状態にして鍋の中に詰めていきます。やっぱりこの温めてる時に混ぜたりする作業をすることで例えばキャベツとか、まあ、先ほどの玉ねぎなんかがバラバラになったりするので、あまり混ぜなくていいように、まあ、これは今2個ずつ入れてるので、まあ、2人前ぐらいの感じですかね。一回煮て、で、まあ、この煮汁の中で、肉とか、野菜も、まあ、冷やすんですけど、まあ、そうすることで味がよりこう馴染むというか、煮上がってからそのまま揚げて冷やすのではなくて、煮汁の中で、肉ないし野菜を入れて、冷やすというのは結構大事な要素になります。こんな感じで煮汁を入れて、で温め直します。このスープの方にはもうすでに塩味つけてあります。出来上がった時点で、まあ、スープの味を見て、まあ、要は風味があればそこでもう塩味をつけてもらって構わないです。で風味が、少ないのであれば少し、まあ、煮詰めて、分量を減らして風味がある程度決まった時点で、まあ、塩を決めるというステップですね。で、最終的にこの段階ではもう全部火はもう火の火入れは全部バッチリ決まっていて、でもう味も決まっているので、あとはもう温め直すだけ、要は柔らかくなれば、完成なので、なんて言うんでしょう、ここでたくさん煮すぎたりとかしないようにするといいと思います。これは、下茹でしてあるひよこ豆ですね。こちらも一緒に入れて温めます。もちろんこれをこのまま、最初に、まとめて出すっていうのも、そういう提供の仕方もいいんですけど、一番最初に、まずこの茹でた野菜だけ提供します。で、まあ、それをこうまず前菜として食べる。でそれから、先ほどまあ茹でたガレッツ、まあ、今日はコンキリエで用意してますけど、スープとあとコンキリエを、スープ料理として2番目に食べます。でその後に、お肉ですね、煮たお肉を提供するということで、前菜スープ、肉料理という、そういう食べ方を、します。エスクデイヤは。では盛り付けます。盛り付けるときは、まあ、肉と野菜とうまくバランスよく、大きいものをこう手前に置くのではなくて、大きいものは奥の方に置いた方が盛り付けた時に綺麗に見やすいですね。あと例えば、まあ、この中だったら人参は赤色なので、まあ、端の方に置くよりも真ん中のあたりに置いた方がより、色が綺麗に見えるかと思います。それからこれですかね。あとはこっちからですね。
ディスクレイヤーの完成です。スープに野菜と肉のいろんな旨味が混ざっててとっても美味しいですよ。まあ、いい塩加減ですね。ひよこ豆も美味しそうだな。これもついつい。とっても美味しいですよ。スープがいい味が出てますね。いいと思いますよ。これが美味しい。すね肉の味が結構効いてるんですね。